北朝鮮への石油の密輸に関わるとされるタンカーが中国の港に入る様子が最新の衛星画像をもとに報じられましたニューヨークタイムズは今年1月に撮影された衛星画像を分析し中国福建省の港で修理場に入った船について北朝鮮に石油を密輸していると国連が指摘したタンカーだと報じました このタンカーはアフリカのシエラレオネ船隻だということです。国連安保理は各国に対して北朝鮮への密輸に関わった船は押収するよう求めていますが、今回港を使わせたとする中国の行動が問題視されそうです。港からおよそ50キロ離れた海上の衛星画像には、密輸に関わったとされる船の近くを中国海軍の船が通るのが映っていたということです。 中国側が船の存在を黙認した可能性も指摘されています。